こんんにちは上村さん動画ありがとうございますなんかあれですよね <laughs> まあの最近ね僕の方にこの動画が送りつけられてくるっていうのが、まあ、主流になってきたのかなというところであのまあビジネスサミットでありがとうございました、はい、であとねあの奥様がですねあのまさかあのピンクジェニーっていうねピンクピンク色のジェニーファーストわかんないですけど <laughs> 髪型ピンクっていうねこの前セミナー参加 あの奥様がが参加ししていいたただきありがとうございました、はい、僕の、まあ、インスタグラムでもちょこちょこコメントいただいたりとかあこの人だったんだなということで、えー、お話しさせていただきましたけど、まあ、あの今ですね上村さんはカメラ転売で、まあ、多分ねおそらくもう結構結果出てますよね <laughs> だいぶ結果出てると思うんであとはもっと収益伸ばしたいんだったらまあこれ小野沢さんもや,やったことなんですけど。 あのまあ、僕のコンサル生にも橋本君っていう子がいて橋本君も多分橋本君知ってると思うんですけど橋本君もカメラ転売で稼げるようになってでそれをコンサルでこう売っていきたいってなって、まあ、売り方がよく分かんないってことで僕のコンサル入ってもらったんですけどあの、まあ、彼はですね会社辞めても1,000万以上は多分コンサルで稼いでますから,、うん、だから収益を上げるんだったら今やってることをやっぱ情報発信して教えるってことでやれば。 あのこれ誰が教えてもいいんですよ結論誰が教えても誰が教えてもいいんですよなこの人じゃないとダメっていうのはないので結局結論はですよ誰が教えようがその人が結果が出れば、まあ、100%でいいわけじゃないですか で僕はあのぼやきシリーズも見ていただいてるってことなんですけど野村監督と長嶋茂雄さんどっちの方が現役との時有名でしたか長嶋茂雄さんの方が圧倒的なカリスマでめっちゃ有名だったじゃないですかでも野村監督は現役時代そこまでねもちろん野村監督も現役の時あの結果出してたと思うんですけど長嶋茂雄さんほどス,パスーパースターではなかったわけじゃないですかでも野村監督は監督になって楽天を最下位から優勝させたりとかしてるわけじゃないですか だからそのなんだろうな教える側が結果を持ってないといけないのかっていうわけではないんですよ。そのやり方だったりとかその教えることがうまくできれば結果が出てなくても結果を出させることができるのでいいわけじゃないですか。うんまあ、野村監督とかもそうですよね あのもちろんねもちろん結果を出してたと思うんですけどその比べると比べると長嶋茂雄さんと比べると長嶋茂雄さんはもう日本のスーパースターというかねもう本当に国民的なスターの方でしたからね、うん、だからまあ僕は野村監督が好きだ好きなんでその野村監督のぼやきをパクりましたけどうんまあいいと思うんですよねうん。 だから誰が教えてもいいのでそこはもう気軽にこうやっていただければいいんじゃないかなというところです。はい、では上村さんまたあのお会いできる日があると思いますので多分そのうち僕のセミナー来るんじゃないですか上村さん。そのうち多分ね直接僕のセミナーに来ていただけるんじゃないかなと思いますけど僕セミナーではですね本当にガチガチのガチガチの生々で、あのー、すげえのいろいろ話してますから、うん、ぜひあのー まあお会いまたお会いできること楽しみにしています。はい。では、えー、お疲れ様でした。